辛坊治郎サンデーキッス、7時台はゲストをお招きして様々なお話を伺ってまいります。今日のゲストは4月3日から全国公開が決まりました俳優甲本雅裕さん劇場映画初主演作高津川の監督西郡義成さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。ご無沙汰しております。ここまで1年間に出ていただきましたよね。あ、違いましたっけ。中継というか録画で出ます。出させてもらう。録画でしたっけ。そうですね。あれ何の映画の時でしたっけ。たたら侍です。たたら侍でしたよね。3週間で事情がありまして。あ、事情があったんだ。あったんですよね。急遽全国200何十巻が急に止まりまして。え、何があったんですか。何があったんですか。主演してた人が何かやらかした。主演ではないんですけどね、脇でやってた人が何かやりましてですね。それは大迷惑ですね。3週間で終わってしまったんです。あら、まあ、ゲストで来たと そういいですね。ネガティブな話から入っちゃいました大変申し訳ないですけど、たたら侍のね、監督さんなんですよ。そうなんです。たたら侍だけじゃなくてですね、うん、そうですね、皆さんよく知ってらっしゃるところで言うと、レールウェイズ49歳で電車の運転士になった男の物語っていう、あ、中井貴一さんでしたっけね。そうですね、中井さんにお願いして、自分の企画でオリジナル脚本書いて、地方の電車の現実っていうかですね。そうそう、いい映画なんですよこれがね。もうね、監督の映画はね、必ず泣けますから。この映画も泣けますよ。私見せてもらいましたけど、ね、ありがとうございます、はい、もう泣けるんですよ。あ、そういう事情だったかっていうのがね、これ監督が原作で監督が脚本書いて監督が監督するんですよね。すごい大変。そうなんですよ。だからレルエズとかたたら侍も一緒ですね。あ、うん、原作があるわけじゃなくて、あ、オリジナルですね。オリジナル。そうすると映画作った後、はい、ほらアメリカの映画なんかは映画先行した後、はい、本出したりなんかするじゃないですか。はいはい。これはそういうのないんですか。小説にして出すとかそういうのないんですか。そうですね。なんかね、辛坊さんが帯でも書いていただければここで成立しちゃう。帯ぐらい書きますけどね。まあ、でも今回はちょっと高津川っていう映画はですね、うん、18年ぐらいまで白い船って映画を作ったんですね。はい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 。で浜田岳くんがまだ無名で、はい、まだ12歳だったんですけど、それは口コミで広がったんですけど、あれと同じような規模で原点回帰して作ったので、志望さんどうですか、高津川ってタイトル、はい、ね、地味でしょ。高瀬川ならね、高瀬川は違うところの川ですから森鴎外だった、あれ違うか、あれ高瀬川、あれ森鴎外はこの高津川のほとりなんですよ、出身が、ね、あ、そうですね、そうなんですよ。ツアーのはい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 、津和野がこの流れてますので。津和野って知ってますか。津和野、愛媛じゃない、あっちの方ですね。愛媛ではない、島根、島根、あ、はい、町中鯉が泳いでるとこですよね。そうです、そうですね。あのね、鯉長いで有名なとこなんですよ。萩津和野っていうね、詐欺米っていうのが萩でしたっけ、はい、そうですね、ね、で萩津和野っていうんで皆さん山口県だと思って言ってるんですけど、うん、山口じゃないんですか。島根県ですよ、辛坊さん。萩が山口で、ね、基本萩津和野でね、パッケージで旅行に行くんです。旅行に行くんですよね、はいはい、空港の名前も萩岩見空港って言うんですよ。萩岩見空港、萩は山口県で、はい、津和野が島根県なんだ。そうですよ、またがってるわけじゃないんですよね。そうなんです。島根県はちょっと奥ゆかしくて、はい、大山沖国立公園って言うんですよ。へ、でも大山は鳥取県なんですよね。いろいろ入れ間の島は島根県。島根県ですよ。場所はどこにあるんですか。場所としては、竹島も島根県。島根県だから、お、あ、2月22日ね、はい、ありましたけど、はい、大山沖、はい、国立公園って言ってるので、うん、皆さんは大山が鳥取県だから、うん、沖ノ島ってどこなんだろうって思うんですけど、はい、島根県なんですね、はい、ですから島根県で大山沖国立公園っていうし、萩岩見空港っていうんですけど、不思議なところでして、それはどこにあるんですか。実際に地名がね2つありますけど、ついてますけど、はいはい、場所はどこにあるんですか。場所はだから沖は島根県、いや空港の場所でしょ。そう、空港の場所だったりとか、その公園の場所とか、出雲大社の近くですよね。出雲大社の近くです。場所は島根に属してるわけです。沖ノ島は島根に属してますけど、大山は鳥取県に属してるんですけど、うん、島根県の観光で頑張るんですけど、うん、必ず隣の県が先に来るんですね。は、奥ゆかしいのかな、なんか言って萩津和野で、ね、萩が最初に来るんですよ。そうなんですよ。津和野がいいとこですよね。津和野ね、津和野はいいとこですね。高校の時にね、なぜか兄貴に連れられて旅行に行ってですよ、で鯉、ここか鯉の穴かなんか食ったんですけど、その地元の人に、はい、
あれですか、その辺泳いでるやつですかって言ったら、あれは食わないって食用ではないと。スワノはあれだけ町の中に川みたいな運河みたいなやつが流れてて、うん、それであんだけ鯉がたくさんいるのに、鯉が鯉料理で有名なんだけども、うん、そこで泳いでる鯉は食べないらしいです。どういう違いなんでしょう。まあ、違うんだ、食用じゃないんだろう。いや、食用じゃないのと、やっぱ泳いでるのはきついんじゃないですかね。だってあのほら馬かなんかこう牧場で、そうですよ、牧場で乗ってる馬で、うん、そのままそれが馬刺しで出たら嫌じゃないですか。あ、そういうことか。違うから。そういうことなんだ。そういうことですよね。そういうことなんだと思います。そういうことだと思うんですよね。そういうことなんだと思います。まああの奥ゆかしいというか、あのなかなか分かりづらいところにちょっと高津川はあるんですけど、うん、吉賀町というところから津和野を流れて増田市というですね、これもちょっと分からづらいと思うんですけど、それで流れ込んでるんですけど、映画の中にね、あのダムが一つもない一級河川っていう言葉が何回か出てくるんですけど、これ本当にその通りです、だから日本で唯一なんですか。そうですね、あの北海道にあるという人がいたんですけど、結局こういう市街地を流れるこういうあの一級河川の広いのではダムが一個もないのに一級河川なんですよ。あれ一級河川じゃないのかな。一級河川だと思います。四万とかはどっかダムがあるのかな。あると思いますね。あ、ダムがあるんだ、うん、あるかもしれないな、いやで、まあ清流日本一なんか、昔の私が子供の頃の昭和30年代の地方の川ってみんなこんな雰囲気だったんだけど、はい、今こういう映画の中に出てくるような川がなくなりましたよ ね。 そうですね、護岸工事が進んで、そうですね、周りコンクリートで固められて、こんな昔ながらのね普通の河原が延々に一番上流から下流までつながってるところってないですよね。これそうなんですよ。で鮎が結構うまいんですけど、下流まで鮎がいるんですよ。鮎って普通少し中流から上流にいる感じなんですけど、日本海に接近したところでも鮎が取れるっていう、綺麗だからだそうですけど、だからまあそうですね、別にあのそんな映画ではあるんですが、その一級河川でねやっぱりダムがないっていうのがすごく大きなインパクトがありまして、自分も知らなくて、いやあんまり映像が綺麗なんですよ。ああ、日本の原風景だなっていう、なんかあの映像のワンカットワンカットワンシーンがね、うん、魂を揺さぶるような映像ですよね。いや、もうそう言っていただくとありがたいですけど、本当にあのそういう意味では、まあ、ある意味すごく田舎なんですけど、うん、そのなんか川がすごく綺麗で、うんうん、まあ、ちょっとロケをした直後にですね、うん、全国的にちょっと水害が多くて、うん、川が氾濫しましたよね、はい、ダムの放流とかそういうのがあった時に、うん、はい、じゃあ高津川どうしてるんですかって聞いたら、うん、自然災害を起こすんですね、うん、あの堤防を決壊させて、うん、あの人が住んでないところにわーっと水を出してしまうんですよ、うん、人口が少ないってことはダメっていう、こういう、まあ、時代じゃないですか、うん、でも人口が少ないからできることっていうか、うん、その勝手に災害を作ってしまって、その田んぼは後で保証するそうです、うん、その方がコスト的にはまあそうですね、結果的にはかからない、その何十年に1回の水害を逆に。いや、ちなみに西堀監督、はい、監督は島根出身なんですか。そうです。あ、地元なんですか。あの出雲大社の裏のあたりの、あ、そのたたら侍、そうでしたよね。たたら侍はそうですね、日本刀を作るたたら製鉄を今島根県だけで作ってるので、あ、もののけ姫の、あ、そうです、その舞台にもなった、あ、よくご存知ですね。え、たたら侍のたたらはもののけ姫のたたらですよね、村です、はい、なんかあの辺で出る砂鉄なんで、なんでしたっけ、鉄なんとかって言いますよね、あの辺玉鋼の、ああ、そうそう、なんか玉鋼のなんとかいちごじゃねえや、なんとかっていうのありますよね、なんだっけ、あれなんだっけな、あ、鉄、ほっといてください僕のことあの日本刀の原料はとにかくそのなんか島根県の山奥でだけ唯一作られていて、で最初そんな400年前の技術で作ってる鉄なんて、って思うじゃないですか、うん、もうすごい人力でこう一生懸命作ってるんですけど、その鉄じゃないと日本刀のあのクオリティができないっていう、うん、400年前の技術が最先端のコンピューター制御の溶鉱炉よりもいい鉄を作るっていうところがちょっとインパクトがありまして、うん、それはそれで、うん、そうなんですよ、鉄って奥が深いですよね。深いですね。だから日本刀って、うん、切れなきゃいけないし折れちゃいけないし、はい、これ両立させるのが大変なんですよ、うん、切れるだけなら徹底的に全体硬くしてカッチンカッチンにした方がブレードとしては切れますけど、 そうですね、そんなことしたら刃パーンと合わせた瞬間にバキッと折れたらもう終わりですから。そうですね。そうなんですよ、まあ、人間が持ってたら無理なんですけど、うん、機関銃は7発ぐらいまで切ったっていう、まあ、どうでもいいよもやも話ですけど、その純度が高い方がいい
ってことですね。そういうわけじゃない。どうぞ。いや、純度が高い鉄と純度が高くない鉄が、うん、あの要するにプラスとマイナス、こうあのオツヘイじゃないですけど、その両方が一緒にこう作られてるらしいです。へ、すいません、ホームページから。包丁でも、まあ洋包丁でもあれだけど、あ、洋包丁はどうかな。包丁って、うん、ちゃんとした包丁って、その硬いブレードのところの鉄と周りを柔らかい鉄でくるむ、うん。あ、そう、二重になってる。そう、二重。必ず二重になってる。だから日本刀ってあの刃文ってあるじゃない。あの刃文がその硬い鉄と柔らかい鉄との境界線ですよね。そのちょうどこの、それを何回も何回も鍛錬して作ってるので、うん、その技術が日本のね和包丁にもなってるので、そうそう、もう今やヨーロッパやアメリカとか海外ではもう出てますね。包丁も両側からその柔らかい鉄で挟んである包丁と、うん、片側だけに挟んで、柔らかい鉄と、うん、あの硬い鉄とこう2枚挟んでるのと、まあ、もう包丁見たら分かりますけど、はい、片刃ついてるか両刃にするかっていう、はい、まあ、時で変わってくるんですけど、角度でじゃあ切れ味が違うみたいな感じ。まあ、角度も違うし、もう包丁ってもう 一本一本全部違うからね。これも料理を極めていくと最後はやっぱ包丁行き着きますよね。はい、私セラミック使ってセラミック、あの、いやいや、まあ、あのお子様、まあ、まあ、まあね、合理的ですね。親が強制からいくらかもらってんだろ。親が危ないからってね。危ないからって。セラミックの包丁も切れるよ、確かに。確かに切れますね。ただその日本刀も含めてですけど、はい、やっぱり一回買ったらもう一生もんなんで。あ、もうその研げば包丁はね、あれですよ、和紙と一緒です。ああ、和紙。あ、まず、すいません。高津川でしょ。はい。今日は。そうなんです。包丁出てこないっすよ。まあでも結局そのお若い2人が興味を持ってもらえると嬉しいのは、うん、なんか一回今下野さん言われたように、うん、もう昔のものでダメだとかアナログ的なものが、うん、まあ、僕が年を取ってるせいかもしれないですけど、そのアナログの方が最先端のものが結構多くて、例えば、え、例えばフィルムとか、あ、確かに今またブームが来てるというか、若い子結構フィルムカメラで撮る写真がいい、それはなんか味があるとか言ってるんだけど、うんうんうん、クオリティ的にはフィルムの方がもう 4K8K よりもクオリティが高いので、もうハリウッドのね、あのスターウォーズもフィルムで撮ってるので。そうなんですか。あ、知らないですか。存じ上げなかったです。いや本当に、だから高津川もね、その先行公開してるんですね。監督、はい、それマイクから外れたら音拾えない。あ、そうです。足が痒かった。あ、いやいや。すごい、あのすみません、すごくリラックスしすぎですね。そういう番組です。正直先日もね、その知り合いの方が連れてきてくれたんですけど、初日米子でですね、舞台挨拶したんですよ。米子から松江出雲で、あれでも一応公開まだでしょ。地元の先行上映をした時にですね、ええ、アメリカからですね、そのスターウォーズの CG クリエイターの日本人の方が、友達と一緒に来てくれて、たまたま米子空港に降り立ってくれて、で僕たち舞台挨拶見て、まさか結城とゆらが連れてきたわけじゃないでしょうね。いえ、あ、関係ないですか。共通の知人なんですけど、その時は別に。もう今そこにも噛んでるね。結城とゆら君はね、僕が連れてきたんですよって。いや、ゆきさんではないですけど、それでたまたま、まあ、レールウェイズの時からあのその映画でやってて、でも見た瞬間フィルムだって分かって、うん、逆にスターウォーズがフィルムになったのはやっぱりいろいろデジタルやったんだけど、うん、フィルムじゃないと描けないっていうところに戻ったっていうことで、ちょっと日本人の僕たちが、なんかこうデジタルに対してちょっと思い込みが激しいんじゃないかと。うん、美しい映像はフィルムならではなんだ。だけどフィルムで撮る、ね、今時撮るとだとお金かかるでしょ。そこなんですよ。お金かかっちゃうんですよ、この映画。ですよね。意外と。ですよね。そりゃ、今の時はやっぱりね、デジタルよりはフィルムの方がはるかに現像だってやったらかかるし。そうですね。だから、そういう意味においてのアナログのところで、もしかして水が綺麗だっていうことは、当たり前ですけど、結構日本人は。でも結局、本当にそのまま飲めるぐらいの水を、水道からな、まあ一応法律的にはね、こういろいろカルキとか入れなきゃいけないんでしょうけど、でもそういう意味においてそういうものを飲めてるってことは最先端じゃないのかなっていうことはそのずっと思ってたんですよね。だってそこに水があれば
水困らないですもんね。そうですね。だから人口が少ない、都市部に住んでても、そうですそうです、断水して水道管破裂して水が止まったらアウトですけども、この川は枯れないもんね。うん、そうですね、川は枯れないですね。それでなんか食料がもう本当にみんながわーって買いに行ったらなくなるんですけど、スーパーとか。うん、僕はまあ関東に住んでたので、東日本大震災の時も本当にまあ今が9年前ですけど、うん、の時も全部なくなりましたけど、うん、田舎はね、畑行くとなんかある、あるかある、なんかある、なんかある。で、川に行くと釣れる、釣れる。ああそうそう、日本海海行くと釣れるし、釣れるし、山入ると木の実ぐらいになってるし、そうそう。でちょっと今日荒れてるなって言ったら、沿岸でノリかなんかを積んでくれば、そのまま味噌汁になるっていう。そうですよね、はい、この季節ならね、あのその辺の岸壁でワカメくらいいくらでも生えてます、いくらでも生えてますから、ね、何の話してるんですかね、自給自足みたいなね、この時代でもね、でどんな映画なんですかいや、あのですから、もうあの高津川っていうタイトルで、もう高津川が主人公の映画でして、わかりました。じゃ あ, あの、中身はですね、曲の後ゆっくり聞かせていただきます、はいはい、ここで1曲お聴きください。レイルウェイズ、49歳で電車の運転士になった男の物語の主題歌です。松任谷由実、ダンスのように抱き寄せたい。今日のゲストは、4月3日から全国公開が決まりました映画高津川の監督の西郡義成さんです。引き続きよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、あの非常に面白い話がたくさん伺ったんですが、よく考えてみたら、この高津川という映画の中身は全く聞いてないということに気がつきましてどんな映画ですか？そうですね、あの説明しづらいんですけど、あの高津川のほとりに住む人たちの、まあ、日常をそのまま描いた映画です。泣けるよ。あの、まあ、正直都会の方や田舎の方関係なく、うん、その自分の目の前にある家族とか周辺の人たちにある現実を描いてます。そう、世の中で大切なものは何かということをね、あの思い出させてくれるよ。ありのままをもう、じゃあもう、そうですね。ただほんわかした映画なんですが、うん、ちゃんとその中に少しだけ、やっぱりそれだけじゃダメなので、うん、まあピリリとからしのようなものは入れたつもりなので、後半少し、想像を超えてはいるかどうか分かりませんけど、うん、身に澄まされるような展開もあるかと思いますが、うん、あの見ていただくと楽しいと思います。いい役者さんがたくさん出てんだよね。河本正宏さん、そうなんです、奈良岡智子さん、はい、高橋長英さん、はい、ね、戸田奈緒さん、河本さん初主演ですか？初主演なんですよ。30年やってて、ね、あれだけのバイプレイヤーで、まあ、ドラマとかの深夜ドラマとかではやったことあるとおっしゃってましたけど、映画では初めて で満を持して、まあ、僕の映画にはずっと出ていただいていたんですね。石堀組には欠かせないバイプレイヤーでして、和沙央にも出てますし、あ、薬師丸ひろ子さん、そうなんです、ですね、主演薬師丸ひろ子、和沙央って青森県で、秋田犬の物語がね、はいはい、だから去年公開した僕に会いたかったっていう映画以外は、僕の映画には白い船以降の映画では全作品に出てもらってて、いつかちょっと河本さん主演で描きたいなって思っていて、今回の企画をちょっと発想した時にすぐ河本さんの顔が浮かんで、なるほど、はい、それでセリフはもうちょっと河本さんも喋るもんだと思って書きました。河本さん別に島根出身じゃないんですか？岡山出身です。岡山出身ですか？岡山弁と島根弁は全然違いますよね。ですね、出雲弁とは違いますけど、ええ、実はこの岩見地方は違う、岩見地方はどっちかと広島弁に近いんです。なんで岡山弁と広島弁に近くて、え、そうなんですか？出雲だけズーズー弁なんですよ。ズーズー弁、ね、はい、はい、松本清張、そう、砂の器、その通りでございます。あれ、なんですか？君たち、もうちょっと勉強しなさい。水たまりみたいに、島根県の出雲大社の周りの地域だけ、まあ、3、40万人住んでるんですけど、はい、そこだけ言葉が違うんです。松本清張の砂の器っていう、まあ、名作中の名作推理小説があるわけですよ。多分今これね、あの、どうかな、ある意味差別的と認識されて、そのまんま多分映画化するのは難しいかなっていう気も、しますね。ええ、まあ、ね、テーマがね、ハンセン病なんです。テーマがハンセン病の差別っていうのが停留に ある物語なんで、今多分このままストレートに映画化するのは相当難しいと思いますけど、今難しいです、ね、その犯人探しイクールので、その、あの犯人探しで言葉で一体ちょっと飲み屋で聞きかじった言葉をもとに、
この男は一体どこに住んでるんだろうっていうので日本全国の方言をざーっと調べていったら、ズーズー弁は東北だと思っていたら、うん、その中国地方の一角にズーズー弁を喋る地域があるっていう、そうだ、ね、そういうストーリーなんですよ、この砂の器の松本清張っていうのは。そうですね、その犯人が子供時代のお父さん役が緒方健さんでね、そう、そのお父さんがまあハンセン病だったっていう、そういうことですね、まあ、その流れでちょっとまあネタバレ、まあこのぐらいはいいでしょうね、はい、でもこれだけ言っても砂の器は楽しめますよ、楽しめます。だから青森にあの捜査官が行ったりするんですよ、丹波哲郎さんと森田健作さん、最初間違うんです、最初間違ったところに行くんだけど、うん、だんだんそれがつながっていくんですよ、これはまあよくできた小説ですね。そうですね、まあ、そういう意味では出雲だけちょっと言葉が違ってて、うん、僕の方がアウェーでした。この地域ではむしろ戸田奈穂さんはほぼ広島弁をそのまま喋って若干直す程度で、ね、小本正弘さんも岡山弁を少し直す程度で、はい、うん、ですから島根県もやっぱりちょっと東西に長いもんですから、うん、もう西の方でもどちらかというともう山口県が近い、うん、萩津和野ですから、うん、だからもうそっちの方の言葉だったので、僕の方が逆に勉強しながらやったぐらいでしたので、うん、そのあたりの方言指導もじゃあしっかりやって、あ、地元の方々についててもらって、やりました。石見神楽が一つ大きな舞台になってるんですけど、はいはい、これがいいんですよね。そうですね、あの一着ねすごいんですよ、手縫いで縫った金糸の衣装がまあ大体200万ぐらいするんですけど、いろんな地域の何百、まあ島根県だけで結構な車中があるんですけど、はいはい、皆さん総額何千万かの衣装をどこの地域を持っているという、多分ね島田だんじり祭りのねだんじりと一緒ですね。あ、そうですね、あのだんじりも僕も本当に素晴らしいと思うんですけど、はい、地域の人たちの誇りで、やっぱ地域の僕は本当にもう地域を保持するための装置だと思うぐらい若者は憧れなんですよ。その一丁羅はいつ切るんですか。いや、舞う時、舞う時にだから、まあ歌舞伎の源流だという説もあったりして、うん、衣装はもう本当に歌舞伎のような衣装なんですけど、重いんです、30キロぐらいある衣装着てわーって回ったりするんですけど、まあ、日本遺産に認定された石見神楽も、うん、まあ、出てきます。うーん、このね、その衣装を着て、うん、それであのお面をつけてですね、うん、あの弓の小さいのを持ってですね、うん、こうくるくる回るんですけど、うん、あの曲線が美しいですよね、はい、まあ、その地域の人たちが、まあ、若者がどんどん出ていってて、うん、まあ後継ぎもいない、うん、これから農業もどうしていこうか、うん、産業もお店もやっていけないっていう現実があって、うん、その中でその石見神楽の伝承もあるんですけど、うん、子どもたちがどんどんいなくなる現実の中、さあ残っている40代50代はどうやって生きていくかっていうテーマなんですが、うん、この映画をね作ろうと思ったのは決してね難しいことではなくて、うん、今そこにある本当の危機なんですけど、はい、実は東京以外は今人口減で、はい、若者がほとんど出ていっていて、はい、多分この地域もそうですよね、うん、都会もそうなんですけど、はい、そうなんですよ、大阪ですら関西圏ですらもう名古屋なんかもそうですけど人口減少に向かって、向かってるっていうのは、うん、今そこにある危機なんですけど、はい、まあ、島根とか鳥取っていう45位と46位の人口のところ、あ、46位と47位ですねの人口のところのはもうすでに、まあ、関西関東の都会がもう、まあ、これから直面する問題がもう先取りしてるんですよ、うん、そういう意味では先端、うん、先端の問題がそこにありまして、それを今どうするんだっていう目の前のことを本当に考え始めなきゃいけないんですけど、うん、なんとかなるのかなっていう茹で返る状態で、うん、いつかそのみんなどうなるかっていうことを現実的に本気で考えてる人は少ないもんですから、うんうん、だからこの映画は穏やかに見ていただくんだけど、うん、最後には現実は少し気づいて、うん、特に若い人に気づいてもらえるような映画にしたいなという思いで、うん、なんかあの批判的に描くんじゃなくて、うん、その良さを描けたらなという思いで下さん作ったんですね。そうそう、あのね、で素晴らしい、あの美しい日本の原風景がもう至る所に広がってて、うん、で、あ、そのなんか環境問題って言ってグレタさんみたいに守ろうって言うんじゃなくてね、うん、まあ、しみじみなんかもう心底からやっぱこれやっぱり残していかなきゃいけないよねってこうしみじみ思う、うん、ね、多分この地区にも兵庫県にも、はい、大阪府にもあるんですよ、うん、これは、うん、あるんですよ、どこでもあることなんで、島根県のご当地映画ではないです、うん、
僕の中では、うん、じゃあこの映画を通してそういう現状を知ってもらいたいし、足を運んでもらえるきっかけになったらいいなとかっていう。そうですね、見た人の感想、まあ今試写会で言うと、うん、知ってもらいたいんじゃなくてね、うん、みんな知ってるんです、うん、今そこにある現実はあるんですよ。報道でも見ているし、うん、新聞でも読んでるんです、大人たちも。ただ目を背けてるみたい。だけど背けてるとか見て見ぬふりしてるんじゃないですかね、自然のうちにっていう感じですかね。このね、石川雷蔵くんはい、っていうんですか、はい、でこれデビュー作品です。あ、デビュー作品ですか、はい、彼が凛々しくていいんですよね、はい、この石見神楽を舞うんですよ、ね、まあ、東京出身なんですけど練習してね。埼玉出身なんですか。埼玉、ごめんなさい、埼玉出身です。埼玉出身で東京の学校に通ってるんですけど、2003年生まれ。聞いたら17歳ですか。まだ、はい、17歳ですね。浜田岳君と同じ事務所なんですけど ね、かっこいいですよね。デビュー作ですね、はい、はい、これはもうきっとね、2人が見に行ったら好きになるよ。あら、でもだいぶ年下あの高津川っていう、まあ今すみません、うん、今の若い人から見ると高津川っていう映画を最初に選んでくれる人は ほぼいないと思ってるんですよ。あのもっと若い人が見てきたくなるような映画っていっぱいあるんですけど、うん、一周回ってね、もしかしたらこういうのも見てもらえたらいいなと思って、普段見ない映画なんじゃないかなと。ちょっと前にその映像が、絵が綺麗っていう意味で言うと、アニメの映画とかって結構流行ったじゃないですか。長野を舞台にしたような映画とか、はいはい、それがリアルの映像で見られるっていうことですもんね。そうです、アニメじゃなく。そうです、うん、だそういう若い人たちに流行ったので、その、ね、いけると思います。いけるんじゃないですかね。昔は日本のどこにでもあったんですよ。あったね、ありました。でもあったんですよ。だけども本当に今あのなんかそこ行くってほとんど同じなんだけど、どっか違うっていうところがあるんですよ。ダムができちゃっただけで川の流れは変わりますしね。だからそれが完全に残ってるっていうのはもう存在自体があの世界遺産みたいなもんですから。そうですね、やっぱりダムがあるとザーって放流するんで、うん、あの砂が巻き上がるんですって。だからかやっぱり綺麗という意味では、うん、その砂がちゃんとやっぱり水の中に混じるので濁っていくっていう意味で、台風の次の日に撮影したんですが、増水してるのに綺麗なもの流れているという、泥水の色がしてないっていう。それはすごい。それはすごい。まあ、もともと島根って、まあ、津和野がまさに水が綺麗だから、ああやって鯉がね、あの売り物になってるところがありますから、もともと水の綺麗なところだけれども、その水の綺麗なところでさらに水が綺麗ですから。はい、映画の中身はほとんどわからなかったんですけど、心洗われるよ、はい、心洗われるし泣けるよ、はい、ね、いやもうそう言っていただくと、ね、立ち上がってこない人も試写会ではいるみたいですけど、座席にそのままずくまったままの人とか結構いらっしゃるみたいですけど、そうそう、やっぱりね、おのおのが、おのおのが持ってるふるさとを思うんだよ。そうですね、そうなの、おのおのが持ってるふるさとがこう共鳴するからね。そうですね、まあ、東京の試写会なので多分全国いろんなところの出身の方がいらっしゃるんじゃないかと思います。自分のふるさと思うんだね、きっとね。そうだと思いますね。こういう日本の原風景とかありのままをこう描くことが、まあ、多い。そうですね、とは思うんですけれども、はいはい、あのなぜそこにこうフューチャーされるんですか。あのですね、最初そんなこと全く思ってませんでしたね。都会に憧れて出たので、うん、山陰出身ですから、はい、山陰ですよ、もう最初から影になって日陰の日陰もみたいな、そんな雰囲気ないですよね。そうそうそう、昔は裏日本って言ったんですか。裏日本って言ったんですか。裏だし影ですから、昔は裏日本だったんだよ。そう、いつの間にか裏日本言わなくなった。裏日本はさすがに言いづらいですけど、やっぱいや教科書にも裏日本って書いてありましたよ。我々の教科書は。でもちゃんと日が当たりますけどね。だけど日が当たってますけど、ね、山陰で裏日本って小学校で埼玉県で表日本だったから、はい、ね、ずっと日本海側はずっと影なんだろうなと思って、いやいやいや裏なんだと思ってたら、いくら大山が高くてもですね、やっぱり山陰全体が影になることはないんですけどね。まあ、そこから出ていって東京に憧れてたのかもしれないですけど、うん、一周回って年を取ってきたら、うん、田舎っていいなって思えるようになってきたってことですね。でやっぱり そうですね、それでなんかあの結城豊弘もですね、今ふるさと回帰しちゃって、なんか結城も出てるらしいですね、一瞬。あ、そうです、俳優デビュー。このラジオの番組は結城で通じるんですか。西日本一のホラ吹き男って言ったの。そうですね、西日本一のホラ吹き男。そうなんですか、結城です。西日本一のホラ吹き男、結城豊弘っていうんで、あのキスナーの皆さんにはあの馴染みですか。そうなんですか、ね、はい、有名です。あの結城さんが出てるっていうことが、うん、映画の宣伝になるんですかね。
でも大丈夫ですよ、あのウォーリーを探せみたいに勇気を探せ見ていただくと、ね、割と最初の方のシーンらしいです、ね、冒頭に近いところなので、もう冒頭で探せなかった人はもう一回見てください。2回目のきっかけになります。もう有機野菜みたいな感じです。すいません。有機物ですね。有機物。だからまあ、結城さんも出てくれているんですけど、まあ、出てくれるというか現場を見に来てくれたんですけど、何人かで撮影の時に、なるほどね、はい、その時に急遽出ることになった。玉坂がねエキストラでね、いやまあ、 来たらエキストラで出るのが結城さんだと。次の監督はじゃあ、ね、次の作品の時には我々もちょっと見に行こう。そうですね、このラジオの皆さんで来ていただいたら、出てもらって探せをやってもらって、そうだね、そうそう、で見つけてもらった人には何か差し上げるみたいな。次どうしましょう、もうこれで次の作品とか決まってるんですか。今3本ぐらい動かしてるんですけど、でもやっぱりそのなかなか、オリジナルで、うん、自分で書いてやるっていうのが今やっぱり原作ものがほとんどなんで、99% 原作ものですので、はい、まあなんか皆さんに訴えかけるものがちゃんとあれば、どうでしょう、将来お金も自由に使えて、地位も完全に確立して何でも好きなものが作れますっていう時になった時のために何か残しておこうとか思うことあるんですか。作品の企画ですか、はい、いやもう企画はですね、こんなこと言うとちょっと生意気なんですけどね、もう作れる時に作ると。あ、なるほど。後で作れるかもしれないって取っとくと、ええ、多分ですね。なんか作家さんでも、腐っちゃうと思います。いや、これ自分が今頭の中にあるこの作品が書けるだけの出力、ペンの力が出るまでは取っとこうとか、そういう話あるじゃないですか。ありますね。そういうんじゃないんですか。いや、もちろんそのタイミング的にすぐ作りたいと思っても、うん、なかなか本が進まなかったりするときはもうやっぱりそれは自分の力不足だとは思うんですけど、やっぱりレールウェイズ和佐を佇まいって、あ、はいはい、渾身か、渾身とこう3本トントントンって作って、うん、1年に1本作ってたんですよ、全国公開で、が意外に大変でして、1年に1本ってすごく取材から脚本から、現場の制作から編集までやると1年だとですね、ほとんどずっとなんか走って、そんなに時間かかるんだ映画って。やっぱり映画かかりますやっぱり、かかるんですよやっぱり、作品によっては本当に10億とかかかってるので、あ、お金がね、はい、10億以上かかった作品、それ有機乳のそのぐらいすぐ出てくるんじゃないですか。もしかしたら持ってるかもしれないんで、資金集めも監督の仕事なんですか。いや、プロデューサーとで、もちろん僕もお願いしに行ったりはするんですけど、もう共同作業ですけど、はい、まあ、プロデューサーで制作、これも好きですね、お金を集めるプロデューサーもいれば、現場の制作を仕切るプロデューサーもいたりするんですけど、まあ多い人数ですよね、100人ぐらい、やっぱり、まあ、映画ってそういうもんですよね。そうですね、一人でなんかできるもんじゃないですよね。そこがなかなか大変なところですね。4月3日から全国公開、はい、心配はコロナウイルスだけですね。そうですねそうですね、なんかもうもろ吐くようにおっしゃって今そうなんですよ、密閉した空間に行くなって今言われてるんですか。よし、はい、ドライブインシアターだ。ドライブインシアター、ドライブシアターもうないあ、オープンエアのね、あ、そうそう、もうほとんどないか。日本にそもそもあったんですか、ね、ドライブインシアターですか。大阪は結構万博公園のところにはありましたしね、車の中から映画見られるところ、今もうなくなりましたね。なくなりましたね。アメリカでそういうのがあって憧れて、うん、結構こっちでもあったはずですよ。あったあった。だけどね、なんか排気ガスの問題とかあって、万博のドライブインシアターは車止めて見たよ。あと石川県にも今釣り堀になってるところが、確かに、はい、今釣り堀になって、前はもう映画館だったんですか、はい、映画館っていうか、そうです、ドライブインシアターで、はい、駐車場のところにパーンとスクリーンがあって、みんな車でそっち向かって、車止めるときにこう交互にこう顔出さないと見えないですね。いやでも角度から言ったらすごくでかくて、かなり上なんで、あ、上見上げて、そのスクリーン見上げる形で車止めて車の中から映画見るんです。そうです。それでものすごく緊張するシーンになると、前の車のブレーキランプがバーンとつくっていう、経験をバーンってみんなが思わずこうバーンってこう踏んだだろうなって思うことがあったんです。アクセルリアルな話としてアクセル踏んじゃったなと思って、2、3台パーンとブレーキランプがついたことを思い出しますけどね。何の話してるんですか。車の中で
見るとなんかカラジオで音聞くんでしたっけね。ええ、FM で聞くんですよ。だからお友達だったら話せるし、恋人同士でもなんか食べながらとか、うん、そうですね、自分たちのプライベート空間なんでね。今はそれかしなくても DVD あるし、家でそういうのなかった時代だから、あ、そうか、映画見ようと思うと映画館行くしかなかったんだよ、うん、だからなんか物食いながら見るなんてことがテレビでやってる映画しかなかった。まあ今このコロナの問題があるから大きな声では言えないんですけど、やっぱりその映画館でみんなと一緒に見るのが映画なの で、うん、とは思うんですけど、綺麗な映像は特にね、あの大きなスクリーンで見た方が、でやっぱり窓がない空間ではあるんですけど、換気扇はすごくでっかいのがあってですね、湿度も管理されてて大きな映画館は大丈夫だ、そうなんですよね、うん、だけど大丈夫だと言えないんですよね。そうなんですよ、そういうことですね。悩ましい、悩ましいです。はい、まあ、ともかくとしてそれが収束することを前提にして、はい、4月3日から全国公開です。はい、ね、高津川、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、一応最後にもう一遍紹介してください。はい、今日のゲストは高津川の監督、西郡義成監督でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。リクエストは神戸市のキスネームあきらキラキラさんからいただきました、ジプシーキングスマイウェイでした。あきらキラキラさんなんだ。はい、あきらキラキラさんです。今結構あきらって、うん、あの話題になってるよね。あきらってあの大友さん の、 あの漫画知りませんか。アニメにもなったかな、あ、なったはずだな。あきらあきらあきらって名作アニメがあるんですよ、はい、私ね、あきらの乗ってたねバイクのね、うんうん、プラモデルじゃなくて置物っていうかフィギュアっていうか、まあフィギュアだな、うん、これがあるんですよ、アキラのフィギュア、まあ、あのバイクのフィギュアが。はい、アキラ何を予言してたかというと、はい、2020年東京オリンピック、うん、でこの年にウイルスっていうか病気が流行ってみたいなストーリーが、はい、その漫画の中に出てくるんですよ。あ、見ました。はい、もう何十年も前だよこれ、うん、できたのが。はあ、ということでね、なんかとても予言めいてるよねっていうんで、うん、今結構アキラがリバイバルされてて、アキラってその日本作の名作漫画アニメなんだけど、うん、世界中のそれこそ映画監督、今日も映画監督来ていただきましたけど、はいはい、影響を与えたっていう、まあ、あの今もう日本のアニメとか映画とかって世界的に当たり前ですけど、うん、まあ、古くはよ、うん、古くは手塚治虫だとかね、マッハ55とかっていうところまで遡るけれども、はい、そこから発展してきて全世界的に認められた一つの大きなきっかけはやっぱアキラだったんじゃないのかなと思いますけどね。手塚治虫で思い出した、はい、1997年から8年にかけてニューヨークのアメリカ住んでたじゃないですか、うんうん、はい、でその時にあのカートゥーンネットワークっていうケーブルチャンネルっていうの80チャンネルぐらいあるんだけど、その中でアニメの専門チャンネルっていうのがあって、はい、まあこれ結構面白いからね、暇な時にアニメ見てるわけですよ、はい、そうするとね、マッハ555っていう俺ら子供の時のアニメが、だから昭和30年か30年代かなんかのアニメをやってるんです。ものすごい性能のっていうか、まあ、アニメって、まあ、今でも深夜帯にやってるあの女の子のアニメとか結構 BS でやってるアニメなんかたまに最近見ることがあるんですけど、はい、そうすると絵の数とかって子供の頃はその時ことを数えないけれども、うん、今ってこれほとんど静止画で口のところだけ差し替えてるよねって、一体これ30分のアニメなんだけども、うん、ほとんどセル画原画って枚数ほとんどないよねっていう、すごい省エネの漫画とかってあるんですよ、はい、精緻なアニメって一個一個で一枚一枚セル画作っていくからすごい膨大な作業があるんだけど、はいはい、深夜でやってるようなアニメってそんなにお金かけられないから、うん、ほとんど静止画なんだけど、うん、ストーリーにはまっていくと、はい、ほとんど静止画で動いてるところなんて一つの画面の中で5分間の中に何回絵動いたかな、なんだけど、うん、セリフがしっかりしててストーリーがしっかりしてるとそれでも十分成り立つところがあって、うん、その辺のうまさはよくできてんなっていうのはあるんですよ、うん、それとは全然別で、うん、マッハ55っていうのが俺ら子供の時にあって、うん、1990年代の後半でもカートゥーンネットワークっていうところでそのマッハ55って日本初、当時は日本は初めから輸出するために外貨稼ぎのためにアニメを作ってた時代があるんです。でそのマッハ555っていうのは車のレースの、はい、アニメなんですけど、それを見てて、うん、あ、これは完全に日本は輸出用に当時アニメを作ってたんだなって分かるのが、うんうん、背景が無国籍なの。はー、日本の看板とか何にもないんですよ。だから完全に日本国内じゃなくて輸出目的でアメリカで流すためのアメリカの当時は三大ネットワークしかなかったはずなんで、アメリカの三大ネットワークに売っ
ってそこで上演してもらう上映してもらうために作ったアニメだなっていうのが、うん、無国籍で日本で、ね、日本が舞台で日本で見てる時にはそんなこと全く感じなかったんだけど、はい、アメリカに全部吹き替えられていたら、はい、どこの国か分かんないみたいな、そういう風な工夫もその後 で、ね、で、そこまで考えてたの。だけどそれ必ずしも全部そうじゃないのは、魔法使いサリーってあったんですよね、はい、魔法使いサリーのお友達で三つ子のお姉さんがいて、サリーちゃんと友達なんだけど、はい、その三つ子は畳でちゃぶ台なんですよ。あ、まあそれで言うと畳でちゃぶ台で、天才バカボンなんかもそうだったかな。でイタリアで、はい、1990年代の初めぐらいにイタリア旅行した時に、うん、イタリアのテレビ見たら、はい、結構日本のアニメがやっぱ人気で、魔法使いサリーをやってんだけど、三つ子がちゃぶ台で畳の部屋なんだけどこれイタリア人はこれどうやって見てんのかなと。確かに日本はもうみんなそういう雰囲気の中で食事してるとかって思うのかな。その当時はもう魔法使いサリーの頃には輸出じゃなくても国内だけで十分アニメ産業飯を食える時代になってたんだろうなと思ってですね、時代によってアニメのこの画面を見ただけで時代背景が分かるみたいなことがあるんですが、何の話。手塚治虫さんで言うとね、新しい漫画出たのご存知ですか。ああなんかこの間話題になってたな。過去の作品を全部読ませて AI に、うん、AI が新しい作品を生み出したって、うん、そんなことできるの。最近そういうのあってさ、なんかAI の美空ひばりが歌うとかさ、邪道だと思うよそれまあでもかなり成功に作られてるっていう話になる。ちょっと気になる。なんでこの話になったの。アキラキラキラさんですね。アキラキラキラのペンネームか。はい、ずいぶん遠いとこ来たな。はい、だいぶ広がりましたね。はい。まあいいです。それで、はい、ニュース解説後半ですね。ですね。もうほとんど時間ないだろう、ね。そうですね。あと何分？7分もない。5分。5分。まあ、5分ですか。7分。さあ、コロナ行ってもいいし、コロナ以外で何か気になるものがあれば、何ですか。私はアメリカ大統領選の民主党の、今週スーパーチューズデーでしたからね、はい、スーパーチューズデー自体はね、うん、1980年代からだから一斉にやりましょうっていう話になって、うん、今年は14州が党員集会か予備選か、今もう党員集会やるところはどんどん減ってきてね、普通に選挙やりましょうっていうことで、まあ、普通に選挙って言ったって民主党員しか投票できませんからね、うん、はい、で共和党でも同時に並行してやってますけれども、うん、共和党に関してはもう最終的にトランプって決まってますから、はい、対抗馬の有力な人なんか出てこないし、まあ、トランプが最後、共和党夏の共和党大会で正式に共和党の大統領候補としてトランプが残るのはこれも確定です、はい、確定的だけど、まあ、確定と言っていいでしょう、うん、その間今トランプさん死んじゃったりなんかして、うん、あるいはなんかもっとでっかい犯罪が出てくるかなんかわからないですけど、そういうことがないとは言えませんけど、はい、まあ、基本的に共和党の大統領候補はトランプで、11月3日の大統領の本選に向かって戦う、うん、じゃあそのトランプと誰が戦うんだっていう民主党の、予備選党員集会というのがこう各地で行われていて、それが、はい、この3月の今週の火曜日だよね、はい、第1月曜の次の火曜日か、なんかそういう言い方するんです、ね、そういう決め方するんです、はい、アメリカの選挙ってみんな火曜日なんでね、これ歴史があってですね、うん、日曜日は休息日安息日だから選挙なんかやらないんですよ、はい、ね、平日にやるんです。平日にやるんだけれども、当時大統領選っていうか選挙が始まった頃ってみんな地方にバラバラに馬車で住んで暮らしていて、はい、投票所まで馬車で行くわけですよ、うん、で日曜日に安息日はちゃんと休んで、うん、そこから馬車で移動して投票所まで行ってちゃんと投票できるためには間に1日必要だよねって言って、月の1日になると、月の1日は他の行事とかも宗教行事もいっぱいあるから1日は避けたいと、はい、だから第1月曜の翌日の火曜日っていう、そういうややこしいシステムだから、確かアメリカの11月の3日の大統領選挙も、ごめんカレンダー今見ないで、適当なこと言うかもしれませんけど、おそらく11月の第1月曜の次の火曜日だと思いますよ。で選挙の日にちはアメリカはそうやって決まるんです。だから投票日が火曜日、はい、で月の初めにならないように第1月曜の次の火曜日っていう、そういう、で今回のスーパーチューズデーもまさに3月の第1月曜の次の火曜日だから、うん、今週の火曜日だったわけで、そこで14の州が予備選党員集会、党員集会っていうのは、はい、地域ごとにわざわざ人が集まってきて、うん、で俺は誰バイデン候補支持と、俺はここの陣営はバーニーズ候補の、で一つの集会所で、うん、そうやって戦いやって、
要するに綱引きというか人間の引っ張り合いをやって、最後その党員集会で誰とかの候補は何人、誰とかの候補は何人っていうのを地区ごとにこうやっていって、それをこう集計していくってものすごく面倒くさいやり方なんで、だんだん面倒くさいからもう党員集会やめて予備選に普通にしようよっていう、だから党員集会やるところがどんどん減ってきて、大体まあ将来的にはもう予備選になるんだと思いますけど、まあ簡単に言うと投票するわけですよ。で14の州でやりましたと。で事前の予測ではまあバーニー・サンダースっていうかなり左派系の人がおそらくトップに行くんじゃないのって言ってて、というのは初戦で、初戦最初の方の戦いでバイデンが最有力候補って言われてたのに、全く票が伸びずに、これもうバイデンダメなんじゃないのって言われてたら、さすがにここに来て、そのスーパーチューズデー、なんでスーパーチューズデーっていうかっていうと、その火曜日に一斉に多くの州で党員集会と予備選が集中してやって、この時に序盤戦の体制が決まるっていうんで、スーパーチューズデーって言い方するようになった、1980年代ぐらいからなったんだけど、それが行われた結果、初戦でどうもダメなんじゃないのって言われていたバイデンが、生き延びたっていうか、急速に票を伸ばしてバーニーズを追い越した。サウスカロライナ州が黒人が多いんですかね、あの辺。もともとねサウスカロライナもそうだし、その隣、今回予備選が行われた14州っていうのは南部のサウスカロライナの横並び、ずっと最後、テキサスぐらいまで、アメリカの南の方を横にこう帯みたいになってるところがメインだったね。一番西はカリフォルニアまで行くんですけど、そこはもともと南北戦争でね、奴隷制を敷いてた南部と奴隷制のなかった、北部が戦ってっていう、もともとやっぱ黒人が多い地域で、でバイデンはオバマ政権の時の副大統領だから、オバマ政権って黒人、純粋にって言うといろんな血は入ってるんだけど、基本的にアメリカの制度の中では黒人っていう扱いで、黒人の大統領、黒人大統領を白人として支えたということで、黒人の間ではものすごく人気が高い。で今回はスーパーチューズデーってほとんどその黒人層が強いところで、バイデンが一気を吹き返した形になったという、そういうことですね。じゃあ今回勝つのは当たり前だったっていう感じですかね。当たり前よりもたくさん勝ったねっていう。でやっぱ直前にブティジェッジとかっていう同じ中道派の人たちが続々もう無理って言って降りて、その人たちがもう次はバイデンに入れてくれって言ったんで、その人たちの票も全部上に乗っかったって。なんでこうなったかって、一般的な説明としてはバーニー・サンダースっていうのはほとんど社会主義者で、どのぐらい社会主義者かっていうと、今アメリカの学生は学生ローンで苦しんでるけど、その俺が大統領になったらお前らの借金は全部チャラだっていうような極端なこと言うんで、この人じゃ最後トランプと激突した時勝てないだろうっていう、勝てそうな候補で言うとまだ中道派のバイデンの方が勝てるんじゃないのっていうことで、民主党の中で伝統的な民主党の価値観を持ってる人たちが、バーニー・サンダースはもともと無所属の人で、彼は無理だろうっていう人たちが一斉に乗ったんじゃないのって言われてるけれども、本当にそれでバイデンでトランプに勝てるかどうかは誰もわからない、しかも結局死者購入したら80歳の2人が戦うね、78歳とか79歳とかっていう、トランプもそう、その中ではトランプが一番まだ若い、どうなるんでしょうか。11月3日あ暇になったから行ってみっかな、すぐにワシントンかニューヨーク、また聞かせて行く、ありですね、行きたい行きたい、2人は他の仕事で忙しいから、ね、いやいやいや、と言いながらもうそろそろお時間です。また来週、さようなら。